い風助が二人もいる？起きてきちゃったの？これが風助の妹たちか。生で見るの初めてだけど、やっぱマジ似てる。こんばんは。お姉ちゃんのお友達のひろまちだよ。二人のお名前は？よろしくね。二人とも可愛い。もう寝てなきゃダメでしょ。また体調が悪くなったらどうするの？はいって。一緒にベッドに行くよ。わがまま言わないの。ほら、いいから早く手を握って。ちょっとぐらいなら。楽しそうなことしてたら我慢できないって気持ちめっちゃわかるし。それに無理に寝かせようとするより、ちょっと遊んだ方がすやすや寝られることもあるんじゃない？確かに。まあちょっとだけなら。よし、風助の許可が出た。よかったな、二人とも。はい、お菓子どうぞ。私たちからのクリスマスプレゼントだよ。まったくもう。葵、香里、お姉ちゃんの目を見てちゃんと約束。本当にちょっと遊んだらすぐに寝ること、わかった？おお、風助がお姉ちゃんしてる。当然でしょ、私はお姉ちゃんなんだから。倉田さん、どうかしたのかしら？その、小さい子とどう接すればいいのかわからなくて。別に無理に接する必要はないと思うけれど。うん、そうだね。瞳子ちゃんと七海ちゃんに懐いてるみたいだし、私は静かにしてようかな。
すーちゃん、どんまい。お待たせ。二人ともすぐに寝ちゃった。みんなと遊べて楽しかったみたい。トランプの間ずっとはしゃいでたもんね。じゃあそろそろクリスマスケーキを取りに行くか。クリスマスケーキ？フースケン家に行く途中で予約しておいたんだ。そろそろ出来上がる頃だから行ってくる。ななみ、付き合って。私も行くわ。少し風に当たりたい。それじゃあツーちゃんとシロちゃんはお留守番しててね。行ってきます。行ってらっしゃい。さて、つくしちゃんどうしたの？お土産を開けようと思って。どんなキャンドルグラスか楽しみ。早く使いたいな。そっか、なら今使ってみない？